何してるのって感じですよ。はい、はい、おはい、はい、同じガムを1週間噛み続けるとどうなりますか。友達がいなくなる。シンプルにね、態度悪いです。噛み始めたタイミングが火曜日とかなんよ。日曜日ぐらいでダンスバトルで邪魔になる。顔が風船になってスマホ見る。かわいい、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 かわいい。なんか一周回って幻覚で味出てくる。一周回ってチョコに。いや、並んでる。煩悩の数なんですけど、ドルフィン108回。ダンスで。エンマ様にパパ活。いいですね。うまいな。某有名小説のように雲を育てる。あいつ偏差値高いな。偏差値が高い。もっとすごい凶悪人を連れてきて、あのこいつよりはマシなんで。マシかとね。マシかと。詐欺師のやり方。鬼レンチャン100にバラパス。え、一番真ん中に集まって。あ、一番あ、はい、分かれるんや。先方先方。先方先方ね。初めてダンスバトル出た時並みに緊張してる。史上初130人組のロックバンドが解散、その理由は？それダンスチームにする。ああ、ダンスチームでもいいよ。全員やりたい楽器がドラム。ああ音楽性の違い。リアルなやつ。リアルなやつ。サオ姉妹36人的ハップ。サオ姉妹カットっすね。下ネタしきるは使われるで多分。ラーメン屋で喧嘩した。わかるダンサーね。ラーメン話してね。6歩しかできないブレイクダンスチーム。よく聞くさ。やっと武道館ライブのお話が入ってきたけど、人数が多すぎて誰が出るかクソもんだ。揉める揉める揉めるな。揉めるな。人気ダンサーが突然の引退、何が理由？口内炎が108個口に。わぁ、ノリで上げたセクシーダンスが TikTok で大バズりして、そっち系の話しか来ない。あぁ、いい、いい、いい。推しができて追いかけた。あ自分が。そうそう、なるほど。実家の黒豆農家の後継ぎ。目の前カメラよ。頭真っ白になるんで。はい、大学の合コン、気合を入れておしゃれしたけど、みんなクスクス笑ってる。なぜ？気合入れたんで、アクセサリーつけるんですけど、つけすぎて、ミラーボールってなってる。ミラーボール。まあ、多分一人だけ男性やったんでしょうね。ドレッドヘアプラスサングラス。なんか、しかん、しかん、しかん。まあまあ、いじいてる。太いなんとかってやつ、太いなんとかって太いましたね。これ YouTube 載っけても大丈夫なんで。太いなんて。まあそのおしゃれは成功したんやけど、そのぼーっとした時になんかこうやってしまった。事前情報でみんなロックが大好きって聞いて、ハンチングのサスペンダーしていった。おしゃれやけど、おしゃれやけど、おしゃれやけど、おかしくなるかもしれんけど。はい、この人、プロダンサーに向いてないな。なぜ？あの、お金が好き。稼げへんな、みたいな。プロダンサー、お金稼げへんな、みたいな。夢が。シンプルな、童貞。スポンサーとかとの打ち合わせでも音楽があったら踊り出す。いっそ。絶対夜。見てダンスうまいっていう。これちょっと大丈夫かな、 YouTube。 めっちゃ頑張ってスポンサーつけようとするんですけど、使わずに結局スタッフに戻る。モノのジャジャンがめっちゃ可愛いっす。ジャジャン言う前教えて。 OK。